ということで、今日のね、しぐれういなんですが、一応ね、まあ、マリンの配信がバンにならないようにというケアプラス、しぐれういガイドラインにのっとった形で、ラインは超えない程度というところから、算出した結果、マリンがたどり着いた結論といたしましては、催眠で行かせていただきたいなと思っています。この枠が始まるまでの30分の間に軽くラフを作ってみたんですが、こんな感じでね、歯催眠なんてかかるわけないがというところからの、かかっていることに気づいてるタイプなのか、気づかずにやってるタイプなのかでかなり悩んでるんですが、本人にヒアリングするのが一番いいかなと思ったんです。今から本人にね聞きます。ウィちゃん、まさか催眠なんてかかるわけないよね。わら。これでいくか。で、じゃあちょっとしぐれういのセリフを今から本人から引き出していきます。ちょっとこの文章をそのままチャットに貼り付けますと歯かかるわけないが、あ、君たち的にはういの返しは歯かかるわけないがかかるわけないがだってこの感じで、じゃあその次はですね、催眠がうまくかかったってことは気づいてないのでは、じゃあ気づいてないでいきますか。これ気づいてないという感じで、半分気づいてるのもいい。あ、確かにあれってなってるのいいよね。なんか見せるわけないだろう、あれみたいな、あれみたいな感じで、ういちゃんスカートな、何でしょう、めくって欲しいな。ういからセリフを引き出すか直接はい、ういちゃんからのねお返事来たのでね、ういちゃんのセリフこちらですあれって感じは、あれって感じはあ、いいですね、たまんねえよキモいのに、ういちゃんまくっちゃったの、スカートキモかったのにね。色をピュピュッと塗る感じでいくかね、そうしますかね。あ、でもこのペンタブの下も言っとくけど、おパンツはね開示してないんで安心してくださいね。ういのおっぱいの谷間ってどんな感じなんだろう、見たことないからわかんねえ。本人に聞く本人に聞く。ちょっと肌色でもここに乗せてみるか。透け感よ、透け感。このくらいはセーフこのくらいはセーフだから、もう置いてみようよ、置いてみよう試しに。あ、なんかすごいギャルゲーみたいなギャルゲーみたいになったぞ、なんかなんかいきなりあれっぽくなってきた。なんかすごいさ、完成かな。じゃあこれをトツの時に渡す。じゃあしぐれういとこの後トツして何を喋るか考えよう。今から気持ち、一旦絵は完成したということで、じゃあ保存しとこう。